皆さんどうもです、ポルスです。今回はディオエンドゾーンの島を2つ計4種類作ったんで、その島のコードとギミックをお伝えします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ではコードを見せながらそれぞれの島のギミックを説明しようと思います。島は合計4つですね。上から1,2,3,4とあります。何が違うのかというと、まず上2つと下2つで違いがあります。上2つはランダムストームですね。多少バグるんで申し訳ない。通常マッチの円みたいに内に内に行ってしまっちゃう時もあるんですが、設定は一応できているんでランダムストームになってるはずです。アリーナの外に行くタイプのランダムストームですね、が上2つで、下2つこのワンウェイって書いてるやつですね。カスタムチームワンウェイ、ランダムチームワンウェイってやつは一方方向にしか進まないタイプのエンドゾーンですね。脇ポイントからもう永遠とまっすぐ前に前に前に進んでいって、最後に円が閉じ切るように作ってあります。その違いですね。ランダムストームか一方方向に進むかの違いですね。好きなように使っていただけたらなと思います。で、島自体はだから2つしかないですね。上2つの島1個と下2つの島1個しかないです。ただなんでその2種類作ったかというと、チームの作り方ですね。チームの作り方はこれカスタムとランダムって書いてるのは、これランダムはストームのランダムっていうのは言いたいのではなくて、チームがランダムですね。こっちのランダムの方は、例えば16人入ったとしたら、16人入った時点でゲームスタートしたら勝手にチームを組んでくれます。リオで勝手に組んでくれます。まあ相方とかは、だから故意的に決めることはできませんね、逆に。それが、故意的に決めるようにできるのがカスタムですね。カスタムはちゃんと皆さん相方がいて、それぞれ僕はチーム1、僕はチーム2っていう風に分かれてって、で全部分かりきってからゲームスタートしてっていう感じですね。こっちはちゃんと相方がいて、まあそのちゃんと練習するための感じかなと思います。でランダムの方は、まあ、メインは参加型ですね。僕もよく参加型やってるんで、こういうので参加型の時はやっぱチーム作るのは結構時間もかかりますし、ランダムでもチーム組んでいいんだったらこのランダム2つですね、両方使っていただけたらなと思います。まあメインの違いはここですね。であとは、2種類作ってあるんで、それぞれの島の違いを説明しようと思います。まずは、こっちランダムストームの方ですね。ランダムストームの方はどうなってるのかなんですが、ランダムストームのカスタムって書いてるのはカスタムチームですね。カスタムチームだとこんな感じで周りに数字が振ってあります。ランダムチームだと数字は振ってないと思います。でこういう感じで、例えば自分はチーム1のところに待機して、チームはこのオプションでいろいろ変えれるんで、これで皆さんチームを組んでいただいて、で全員が準備完了したらゲームスタートっていうのがカスタムですね。でランダムだと、これは入って30秒後に勝手にスタートするようになっています。チーム選択は別に必要ないんで勝手に動くようにはなっています。であと良ければここで、あ PS4 だったら三角ボタン、皆さんのボタンは分からんけど、クリエイターサポートができるんで、ワンボタンで、よければ、コードめんどくさいんでね、よければ、ワンボタンで、クリエイターサポートよろしくお願いします。めちゃめちゃ励みになるんで。で、チーム決定しきったら、ゲームをスタートして。で、こっちの島はランダムストームなんで、拠点がね、あると邪魔になってしまうんで、拠点を空中に置いています。初期武器は、資材はマックス、弾もまあ十分かなと思います。で、卓上かポンプかを選んでいただいて、宝箱を開けるって感じですね。たまに開かないことがあるんですけど、ジャンプしていただければ多分開くようになると思います。たまにね、ジャンプしないと開かない状態になります。で隣にもいて、でこの青いやつはここでは撃てないようにするんですよね。まあこうやって撃つ人もたまにいるかなと思って、まあこうやって避ければ撃てちゃうんですけど、まあこれいうのはできればやめてほしいなと思います。で間欠泉がここにあるんで、こう飛んでもらって、円がね最初に設定されてるんで、ここに降りて、でこのグライダーちょっとだけ難しくて、視点をずっと下にしながら間欠泉で外に出るとうまく下に下がれるんですが、なぜか上に向きながらだとグライダーが閉じないっていうことが起こっちゃうんで、もしかしたら対空撃たれるかもしれません。そこは本当に申し訳ない。で、閉まりますね。ここからはもう本当にただのエンドゾーンと思ってください。ただランダムストームですね。このストームが本当にバグってしまう時があるんで、バグったら申し訳ない。めちゃめちゃ距離が遠くてストームめっちゃ速かったりとか、なぜか外に行かずにずっと内側内側内側って行ってしまうとかたまになってしまうんで、今はこれは正常ですね。
こんな感じですね。で、まあ宝箱を使ってるんで、アイテムは勝手に更新されていくんで、こういう感じでグレネードランチャー増えましたね。まさかの即爆発でびっくりしましたけどこんな感じでアイテムが対応してくれるんで、ぜひぜひ使ってみてください。これが、ランダムストームの方ですね。砂漠マップを使ってます。で、もう一個、次ワンウェイの一方方向に進むタイプの島の説明をして、この動画を終わりましょう。ちょっと待ってくださいね。よっしゃ。で、一方方向の方はこっちですね。こんな感じで、こっちも一緒ですね。作り、拠点の作りはほとんど一緒で、数字が振ってあるんで、ちゃんとチーム作って、で、完成したら行くって感じですね。ランダムチームは逆にさっき言った通り、チーム番号振ってないんで、もう入りきってからゲームスタートするか、30秒経ったらもう勝手に始まります。クビサポもまた言っちゃいますけど、よろしくお願いします。で、できたら開始して。で、ワンウェイ型は、拠点は最初下で始まります。こんな感じで。で、アイテムは相方さんあっち、自分はこっちで、それぞれ各種類。今回は運悪いですね。こんな感じで。で、10秒経ったらストームが動き始める。ストームが出てくるんで、バリアも割れて前に進めるようになります。こんな感じで、死んでもらって。で、これが拠点が合計で8個ありますね。ただ、この島のデメリットが1個あって、バグりにくいっちゃバグりにくいんですよね。ストームはもちろんほとんどバグらないんですが、脇位置ですね。脇位置が、例えばチーム8にしたら、チーム8がどこで湧くかとか、分かってしまうんですよね、こっちは。さっきの島は、ジャンパでスタートしてるんで、結局拠点立てる位置はバラバラなんですけど、ワンウェイの方は、どうしてもリスポーンパッドの設定の都合上、チームを選択すると、そのチームの対応したスポーンパッドに、まず行ってしまうんで、そっからジャンパだったら、もちろん、どっかに行けるんですけど、好きなところにね、行けるんですが、こっちはジャンパとか置いてないんで、どうしても、その脇位置が固定されてしまうんですよね。で、一応、この島にも書いてるんですけど、チーム7とチーム8はかなり難しいんですよね。出た瞬間に崖があるんで、ちょっと難しいかなと思います。まあ、そこら辺は、できれば上手い方が上手い方が修行のためにそういうところに行ってあげてほしいなとは思います。ぜひぜひどの島も練習にはなると思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。この島や動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、そして三度申し訳ないクリエイターサポートもよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。